チャールズ・ピカーリングチャールズ・ピカリングはアメリカ合衆国の博物学者、医師である。1838年から1842年の太平洋とその周辺の陸地を探検し測量したアメリカ合衆国探検遠征隊に参加した博物学者の一人であるペンシルベニア州サスケ花郡で生まれたジョージ・ワシントン及びジョン・アダムズ大統領の下で 国務長官を務めたティモシー・ピカリングの孫である。マサチューセッツ州のエンハムで育ち、1823年にハーバード大学で医学の学位を得た。フィラデルフィアで医師として働きながら、フィラデルフィア自然科学アカデミーの師匠、学芸員として活動した。1838年から1842年に行われたアメリカ合衆国単権生態の 科学隊員に選ばれ、ワシントン州メイソンにあるピッカーリングパッセージは、隊長のチャールズ・ウィルクスがピカリングにちなんで命名した。探検が終わった1842年から翌年にかけては探検で集められた資料の整理、研究を行い、それらはワシントン DC のパテントオフィスに収容された。人類学の分野にも興味を持ち、1843年にアフリカ、 インドに人種の研究のために旅した。人類の多岐言説の信奉者で、1848年に、レーセズ・オブ・マン・アゼ・アジオグラフィカル・ディストリビューションを発表し、人種を11に区分した。後に、ボストンに移り、ボストンで、再び医師として働いた。ユーダカのヘビの亜種、タンニフィシ・サータリズ・ピカリングの革命はピカリングに、ちなんで命名された。ピッカーリングは、 植物の学名で命名者を示す場合に、チャールズ・ピカリングを示すのに使われる。ありがとうございます。